人の思いが世界を変える、賢者の選択、リーダーズ。賢者の選択、リーダーズ、ナビゲーターの宮川俊二です。坪井杏奈です。今回は多様化、高度化する社会のニーズに応え、高品質なものづくりに挑戦し続けるある化学メーカーの取り組みに迫ります。リケンテクノス株式会社。1951年、理化学研究所をルーツとするリケンビニル工業株式会社設立。主に塩化ビニル樹脂を中心に、独自の配合、混錬技術を軸に業績を伸ばしていく。国内だけでなく海外への輸出も積極的に行い、1989年にはタイに生産拠点を立ち上げる。その後、欧米、インドネシア、中国に生産拠点と販売拠点を設立するなど、グローバル化を図っている。2001年、リケンテクノス株式会社に社名を変更。グローバルな営業戦略で拡販を目指すのは、アメリカ赴任15年、その間5年の経営経験を持つ代表取締役、社長執行役員、常盤和明。国内外をとらわれず、お客様の声をですね、きっちり聞いて対応する素直な気持ち、これがリケンテクノスの強みだと思います。全ての生活空間に快適さを提供する、常盤が目指す科学の力のチャレンジメーカーとは。それでは本日のゲストをご紹介します。リケンテクノス株式会社代表取締役、社長執行役員、常盤和明さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。今日VTR の中でもご紹介ありました科学の力のチャレンジメーカー、これについてじっくり伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、まず初めにお伺いしますが、化学メーカーというと一見ちょっと縁が遠いようで、今日はこちらに私たちの生活に身近なものもたくさんお持ちいただいています。現在リケンテクノスさんではどのような事業を行っているんでしょうか。はい、現在はコンパウンド事業、フィルム事業、食品包材事業の3つを柱として事業を展開しております。メインの事業はコンパウンド事業で、売上高の 70% を占めております。塩ビッカビニルコンパウンド、エラストマーコンパウンドでは日本を含めアジアではメジャーなサプライヤーでございます。コンパウンドというのは具体的にはどのような事業なんですか。はい、こちらがですね、コンパウンド、私どもの生産しているコンパウンドでございます。塩化ビニル樹脂であったり、エラスタマー樹脂であったり、ベースになる樹脂にですね、いくつかの添加剤を添加することによって新しい性能を持たせる複合材料でございます。でこれも元々お作りになってるわけですか。はい、そうです。はい、このコンパウンドをですね、はい、私どものお客様に納入いたしまして、お客様は押し出し成形であったり、射出成形であったり、このようなものを生産するという材料でございます。ちょっと触ってみてもいいですか。はい、大丈夫ですね。はい、初めて見ました。硬いんですね。結構中に入っている添加剤でですね、柔らかくもできますし、いろいろな特性を出せるという複合材料でございます。でここまでをおやりになってる。はい、そうです。そういうことですね。はい、はい、でこれがこういうふうになる、いろんな形になる。はい、はい、そうです。主な用途といたしましては、はい、車の部材であったり、電線の副材、メディカルのですね、チューブ材、家で言いますとサッシの窓枠材、こちらがメインでございます。でこちらは少し日用品でございますけれども、ボールペンのですね、この部分のグリップの材料、これは病院等で作るシリンジでございますけれども、この黒いガスケットな材料ですね。で子ども赤ちゃんが飲むですね、カップのこの辺の柔らかい材料ですか。ですのでさまざまな材料をですね、組み合わせてお客さんの求める特性のものを作り上げるというのがコンパウンドでございます。結
構伸縮性があるものに使われるようなイメージなんでしょうか。いろいろお客様の要求に応えてですね、中に入れるものをいろいろさまざまアレンジして、このような形のペレットにしてお客様にお出しするという形でございます。いろんな製品あると思うんですが、はい、そうするとどれぐらいの製品になってるってことですか。はい、私どものこの部屋のコンパウンドはですね、すべてカスタマーメイドでございます。はい、現在では約4万以上のですね、処方を有しております。はあ、次にこのフィルム事業っていうのはどういうものですか。メインの商材は化粧フィルムでございます。はい、コンパウンドから派生してフィルム状に加工したものでございます。ああ、またさまざまなフィルムを貼り合わせたり、フィルムの表面に特殊の塗料ですね、はい、機能性の塗料を置こうとして機能性や性能を衣装性を持たせるものでございます。ああ、フィルムは具体的にはどのような製品に使われるんでしょうか。やはりさまざまなものに使われております。これも自動車用の材料であったり家電であったり家で使うものにございます。具体的でございますけれども、ホテルやですねレストランにある高級の壁紙、はい、キッチンキャビネットであったり家具の表面材、また私どもが使っておりますスマホタブレットのですね、はい、ガラスの代替のフィルム、うん、並びに手前にございますけれども、これはですね窓の内側に貼るフィルムでございます。はい、UV をですねプロテクションするとか、はい、フィルムがですね窓が割れた時に飛散防止をするとか、はい、遮熱の効果ですか、うん、光を通しにくい効果がございますので、はい、その効果を付与している材料でございます。そしてこういうこう、はい、ちょっとねデザイン性も、はいはい、こちらは何枚かのフィルムをですね、はい、貼り合わせて、衣装性に出したフィルムでございます。そうなんですね。技術的品質的にいきますとですねフィルムでございますから、やはり寸法の精度の均一性、うん、はい、衣装性、機能性でございます。3つ目の事業の柱が食品包材事業、こういったものもその一つかと思うんですが、はい、食品やですね、はい、自動包装に適したラップを製造、はい、販売しております。はい、1966年に日本で初めて塩化ビニール製の食品包装ラップを開発いたしました。2018年で50周年を迎える事業でございます。はあ、こちらにあるのは小巻きのラップを並べてありますけれども、はい、私どものメイン商材はスーパーのバックヤード等にあるですね、はい、きっちり伸びてきっちり張り付く500m、うん、750メーターのですね、はい、太巻きラップが主要でございます。500m、スーパーのバックヤードの業務用の塩ビラップに限って言えばですね、はい、マーケットシェアは 40% を持っております。はい、そうですか。でまたこちらはですね業務用の小巻きと私ども呼んでおりますけれども、うん、主にレストランであったり飲食店であったりですね、はい、非常に多用されているラップでございます。はあ、こちらは恵比寿にある寿司の喜一。こちらでは創業以来利権ラップを使い続けているという。その理由について大将の遠藤さんにお話を聞いた。何度も使えるんですよね。普通のラップだと一度こう、何かに巻きつけて剥がすとこうベリベリってなっちゃって、ところが利権ラップって伸ばしてまたで自分たちがこう生物をこう常に包んでるんで注文受けてその都度その都度やるから、普通のラップだとダメなんです。もう自分がこの世界に入ってからずっとですから40年近くもうこれしか使ってないですね。それとピタッと貼り付いてくれるんですよね。で特に出前なんかで持っていくときには器にピタッと貼り付いてくれるんで非常にそれがいいですよね。こう例えば2つに重ねてっていうか1つじゃ間に合わなくて2枚でこうラップ普通のラップだとそれが綺麗にピタッとくっつかないんですよ。どうしてもこれになっちゃう。
理研ラップの特徴というとどんなところになるんでしょうか。伸びやすい、これは素材が塩化ビニル樹脂という素材を使っておりますけれども、うん、はい、引っ張ってですねきっちり何の形でもぴったりくっつく、はい、ですから例えばですねゴツゴツしたキャベツレタスともございますけれども、はい、それにラップをきっちりかけるとですねきれいにラッピングされます、うん、空気がいっぱい入ったりとかゴワゴワとしますか、はい、これはピタッといくわけですか。はい、そうです。素材がですね、はい、違いがございまして、うん、塩化ビニル樹脂という樹脂のですね、はい、特徴を生かしたラップになっております。それでは理研ラップの良さをですね、はい、具体的に実演させていただきます、はい、こうよく伸びですね、はい、よくくっつくということで、はい、ワイングラスにですね、ラップをさせていただきます、はい、これ反対にしてもこぼれないと非常によく、はい、食器にですね、はい、密着しております。全くシワができないんですね、この表面にも。あ、なるほどね。日本初の塩ビラップの開発から50年ということですが、はい、この50年どういうふうに見てらっしゃいますか。はい、1990年に塩素を含む物質がですね、はい、不完全燃焼をするときにダイオキシンが発生するという問題が発生してですね、はい、脱塩ビの動きがございました、はい、でしかしながら現在ではですねしっかりしたダイオキシンの理解ができてですね、はい、焼却炉の設備をきっちり管理をすることでダイオキシンは発生しないんだということが世の中に認知されております、はい、それもありまして塩化ビニル樹脂のですね、はい、塩ビのラップの評価がですね再度高まってきたという状況でございます。海外展開としてはどういうことを考えていらっしゃいますか。はい、実際2003年にですね、はい、中国で理研食品包装有限公司を立ち上げております、はい、中国では業務用のラップをですね製造販売して、うん、中国をはじめとしてですねアジア地区で日本品質の良さというのを前面に押し出してですね拡販を進めております。科学の力で素材を変えて快適な生活環境を生み出す、たゆまぬ努力と高品質なものづくりこそがチャレンジメーカー理研テクノスの真骨頂。さて、常盤社長のプロフィールを拝見しますと、大学卒業後すぐに理研テクノスの前身である理研ビニル工業に入社されました。入社のきっかけはどういったものだったんでしょうか。大学4年時の時にですね、その当時特殊法人でありました理化学研究所で研修をしております、はい、1年間かけて卒業論文を書き上げているわけでございますけれども、本格的な研究機関で研究のですね、はい、厳しさ並びに楽しさをですね勉強させていただいたという状況でございます、まあ、その縁もあってですね理研ビニル工業に入社したといういきさつがございます。冒頭の VTR でアメリカに15年いらっしゃって、はい、これはご自身のご希望だったんですか。はい、1990年に米国のですね塩ビのコンパウンドメーカーを買収しまして、はい、そこで事業を立ち上げました、まあ、その当時私まだ20代で、はい、工場でですね品質管理を担当したわけでございますけれども、はい、やはり米国でのものづくりから日本らしいものづくりにですねものづくりの改革をするんだということで、はい、米国に赴任をいたしました。初めはですね2年程度でやるという予定でございましたけれども、足掛け10年品質保証を5年やりですね一時日本は帰ってきましたけれども、はい、また生産の拡大販売の拡大でですね営業部長を5年やれということで10年おりました。その後日本の自動車産業がですね素材の多様化に進んでいきエラストマーのコンパウンドをぜひ北米で作ろうというプロジェクトが立ち上がりまして、はい、その当時、10年アメリカにおりましたのでそろそろ日本に帰れるかなと思ったんですけれどもぜひお前やれということで中東部のですねケンタッキー州に新しい会社を設立して、はい、会社の設立から工場の建設からスタートからですね、はい、5年間社長としてやらせていただいたというのが背景でございます。はあ、そうするとそこで、いろんなことを学ばれた。はい、やはりその双方向のコミュニケーションをきっちり取ること、はい、並びにやっぱりディスカッションの大切さ、はい、これを強く感じました。
それは向こうから学ぶということです、はい、文化もですね、はい、言葉の違う国で仕事をするということでございますから、はい、まず当然ながら彼らの多様性、彼らの文化を尊重するということはもちろんでございますけれども、はい、やはり物事を進めていく中でですね、やはりディスカッションが必要だと、うん、アメリカでいろいろな経験をされたと思うんですけれども、はい、その経験の中で今生きてるなと思うことってどんなことですか？はい、本質を考えるということだと思います。やはり今現在これ起こっている現象だけではなくてですね、はい、その裏にある根幹の部分はなぜそうなっているのか、それを考えるですね、癖が随分ついたと感じております、うん、社員の方とのコミュニケーションで何か気をつけていらっしゃることはありますか？はい、まずは元気に明るく接すること、そしてですね、やはり双方向のコミュニケーション、まず相手が何を考えて何を言っているのかをしっかり聞き止めること、そして自分の言いたいことを明確に相手に伝えることだと思います、はあ、まあ、そういった社長の思いはあるんですけれども、それを社員がどう受け止めるか、どういう社員になってほしいというふうにお考えでしょうか？はい、実は社長就任時にですね、はい、3つのことを全社員に告げております。はい、まず一つは人の成長が企業の成長であること、はい、まず個人のですね、能力を高めること、これをまずきっちりしなさい、うん、そしてそこにですね、チームワークをつけなさいという話をしております、うん、これは実はアメリカの駐在の時によくアメリカ人に対しても同じことを言っておったんですけれども、はい、ベースボールに例えて、話をしておりました。野球のチーム、ベースボールのチームはどういうチームが強いチームだと、まあ、チームワークがいいとかですよ、いろいろ皆さんありますけど、うん、基本的は個々の能力が高いチームが強いと、はい、そこにチームワークを使えることが重要であると、こういう形を言っておりました。日本も全く同じでですね、素晴らしい会社になるには個々の能力を高めること、はい、そしてチームワークを加えることだと考えております。2つ目としましては、はい、のびのびとエネルギッシュに活動しなさいと言っております、はい、やはり言われたことをですね、なあなあでやるのではなく、のびのびと働いてエネルギッシュに働いて、うん、職場に活性を持たせなさいということを言っております、はい、まあ、3つ目としてはですね、やはり議論をして結論を出しなさいということを言っております、うん、やはり議論をするにも自分の能力を高めて、皆さんに分かっていただく言い方、はい、内容を話すこと、うん、そして皆さんの意見をきっちり聞いてですね、そこでみんなで結論を出していく、うん、結論を出したならば、みんなでですね、ベクトルを合わせてスピード感を持ってやっていこうと、そういうことを申し上げております。こういう化学メーカーで、そういったことをこう掲げられる会社っていっぱいあるもんなんですか？いや、私はそうだと思いますけれども、はい、やはり理研テクノスの良さはですね、はい、従業員全部で同じことを考えて議論して同じ方向に進んでいくんだというのが理研テクノスの強みだと考えております、はい、こちらは理研テクノスの社長室。社員とのコミュニケーションを重視するときは社員が気軽に入れるように、打ち合わせ中以外は常に扉を開放しているという。また社員をただ待っているだけではなく、自ら積極的に社内を回り社員とコミュニケーションを取っている。どうですか？頑張ってます？はい、はい、おはようございます。おはようございます。社員から見た常盤はどのような存在なのか、社員に話を聞いてみた。それこそ本当にもともと社長がその自分のところまで来て話しかけに来るっていうのが分かるかなっていうか、ね、経験がなかったんで、こう普通に業務をしてて、そしたら何やってんだって後ろから覗かれてたりとか、そんなのもあったりして、普段その社長室にこもってるとかっていうようなタイプじゃなくて、もういつもこう社内を歩き回ってる、でいつもこう誰かと話をしてる、そんな人ですかね。で本人その常にあの議論をしろっていうことを、まあ、そのみんなに対して言ってるんですけど、それをこう自分でこうご自身自分で体現してるような人かなというふうに思いますね。かなり頻繁だと思いますね。戻ってきて、あ、今声かけようかなって思った時にはもういないみたいなことが結構あって、気づくとこう遠いところで
声が聞こえて、あんなところにいたみたいなことはよくあることだと思います。本来ならこうそんな気軽に話ができるような立場じゃ私なんかないと思うんですけど、もう社長の方からこうよく話しかけていただいて、話題をいろいろ広げていただいたり、面白いエピソードをいろいろ聞かせていただいたりと、すごく親しみやすい方だなと思っています。これからの人材ということも大切ですけど、新しい人にどういう人を求めていらっしゃいますか？はい、まずは素直なこと、これが一番重要だと思います、はい、やはり人の話をきっちり聞いてですね、はい、それを理解することが一番重要、そして私どもの一番重要としているチャレンジメーカー、はい、何事にもチャレンジする人、はい、で、チャレンジしたならばそれを簡単に諦めない人というのが重要でございます、はい、また当然ですね、チームワークをメインとしている会社でございますから、はい、チームワークも重要だと考えています。化学メーカーとして今後はどのように展開していきたいとお考えですか？全ての生活空間に快適さを提供するリーディングカンパニーを目指してまいります。私どもと関わるお客様、サプライヤー、協力会社の皆様とチームワークを合わせてですね、ものづくりを進めてまいります。またグローバルをさらに推し進めて、皆様の見えないところで生活を支えてまいります。アイデアを形にするために個々の情熱とチームワークを結集させる、それこそがものづくりの醍醐味であり、リケンテクノスが抱き続けるチャレンジ精神。言葉が通じない文化が違う中でですね、はい、自分のことをきっちり伝えるためにはやはり全力でですね、はい、接しないと伝わらないなと。時和が導くグローバルビジネス成功の秘訣とは？リーダーズチョイス。さて番組ではリーダーズチョイスと題しまして、ゲストの方に選択の基準、敬愛の人、賢者の踏み、こちらの3つの中からカードで1つを選んでお話しいただきたいと思います。それでは時和社長、よろしくお願いいたします。はい、はい、あ、賢者の踏み、賢者の踏みを選択されました。それでは心に秘めた思いをお書きください。はい、英語で来ましたですね。With all my heart です、はあ、これはまあ日本語で言うとどういうことになりますか？これは日本語で言いますと誠心誠意です。はあ、座右の銘でございます。これやはり海外生活をされる中でこういった思い駆られたことはいっぱいおありだったんですか？はい、自分に関わる全ての物事に対しても、はい、全ての人に対してもですね、やはり素直な気持ちで誠心誠意接するというのことがですね、はい、重要だと海外生活で強く感じました。その15年間、最初はやっぱりその文化の壁、そして働き方の壁もあって、With all my heart でいかないとダメだという経験もいっぱいされたわけですね。そうですね、邪念な気持ちというんですか、はい、やはりそういう気持ちで接してもですね、表面的なお付き合いしか僕はできないと感じました。はい、言葉が通じない文化が違う中でですね、はい、自分のことをきっちり伝えるためには全力でですね、はい、誠心誠意接しないと伝わらないなと強く感じておりました。一つこの科学の力、チャレンジメーカーということで、ますますのご発展をお祈りしたいと思います。今日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。賢者の踏み、 With all my heart、 すべてのもの、すべての人に対して素直な気持ちで接することで文化、言葉の壁を乗り越えた信頼が生まれる。本当に大切なのは言葉ではなく伝えたいという気持ち。